私の名前はなるみ。タワマンに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。今回はママ友みんなで旅行に行くことになったんだけど、温泉がすごく楽しみなんだよね。露天風呂とかもあるみたいでさ、やっぱり旅行といえば温泉が醍醐味みたいなところもあるじゃん。あ、もちろん食事やお酒もすごく楽しみなんだけどね。なるみさん、今日の旅行に親戚連れていくからよろしく。は？私現地集合するからみんなにも伝えておいて。それじゃ。それじゃじゃないよ。え？今回はママ友旅行なのに親戚を勝手に追加するってどういうつもり？部屋はママ友の分しか用意してないし。そこら辺はこっちでうまくやるから気にしないで。気にしないでとかじゃなくて、そうなるならもう全部自分たちでやって。え？だからママ友旅行としてじゃなくて、そっちは家族旅行として行っておいでってこと。何言ってんの？一緒に行動しようよ。私みんなと旅行に行けるのすごく楽しみにしてたんだ。楽しみにしてるのになんで勝手に親戚を追加するの？みんなとも仲良くなってほしくて。気を使ってしょうがないわ。私たちは自分の子供の面倒を見るので精一杯なのに、いきなり知らない人と初めましてなんてしてる余裕ない。そんな気にしなくていいよ。私の親戚に気を使うことないから。あなたがいくらそう言ってもこっちが気を使うことには変わりない。本当に気にしなくていいんだよ。今回の旅行は別ってことで。ちょっと待って、それは困る。なんで？こっちにも諸事情があるの。私も忙しい時あるから、その時親戚の相手をしてほしい。無理。そんなこと言わないで。だいたいあなた今回の旅行にお子さん連れてきてないじゃない。忙しいもクソもないと思うけど。子供が急に風邪ひいちゃったからね。それも本当かどうか。え？今日の朝公園で元気に遊んでる姿を見たママさんがいるんだよ。朝までは元気だったけど、いきなり体調悪くなっちゃった。とりあえず私も旅行には一緒に参加っていうことで。支払い押し付けたりしないよね。え？ママ友旅行だからって支払いみんなで割るとか言い出さないよねって言ってるの。それは、やっぱりそういう魂胆ね。私たちはあなたのお金なんて1円も出さないから。それはおいおい話し合うとして、とりあえず知り合い3人いるってことだけみんなに言っといて。もちろん怒らせないようにうまく説明しといてね。なんで私がそんなことしないといけないわけ？あなたが勝手に親戚を追加して支払いまで押し付けようとしてるって伝えておく。そんなことしないでよ。みんなに怒られちゃうじゃん。怒られるようなことをしたあなたが悪い。とりあえずそこら辺うまくごまかしておいて。楽しみだな。数時間後。ねえ、ちょっと親戚2人の面倒を見ててくれる？は？今から飲み会に行くから、その間2人面倒を見ててほしい。なんでみんなで行かないの？あんまり仲が良くないんだよね、この3人。だから部屋も3部屋別々で取ってるの。だから私が1人と食事に行ってる時、他2人の面倒を見てほしくて。なんでわざわざ仲の悪い3人を同じ旅行に連れてきたの？それはこっちにも諸事情があって。それになんかおかしいんだよね、あなたの連れ。ん？あなたの親戚っていうにはなんかみんな若くない？それに親戚の方ですかって話しかけた時に、ああまあそんな感じですって親戚の人に声かけて、そんな反応するかな。こっちも訳ありなんだから、あんまり突っ込まないでよ。親戚って言ってもいろんな形があるでしょ。本当に無神経なんだから。ママ友旅行に勝手に親戚を連れてくるような人に無神経って言われるなんてびっくり。さっきから本当に何なの？めんどくさいな。あんたたちは黙って私の言う通りに動けばいいの。面倒見ろって言ったら面倒見とけよ。自分の親戚でしょ、自分で面倒見ろ。だから私は今から食事に行くって言ってんの。私たちも食事に行くから無理。そんなこと言わずに面倒見ててよ。だいたい子供じゃないんだから一人で行動できるでしょ。食事ぐらい一人で食べられないの？あんな大きな赤ちゃんを3人も連れてるの？大変だね。だからもう、なんでみんな私の言う通りに動いてくれないのかな。ムカつくわ。ムカつくのはこっちも一緒。楽しみにしてた旅行にいきなり知らない人たちを追加して、その人たちの面倒を見ろなんてどの口が言ってんの。別に成美さんには迷惑かけてないじゃん。でも今面倒を見ろとか言ってたわけでしょ。面倒を見ることになったら迷惑被ったことになる。あとついでに言っとくけど、支払いは絶対にしないから。
ケチケチすんなよ、貧乏かよ。タワマン住んでるって言っても所詮そんなもんか。はいはい、とりあえず他人のために出すお金はない。もういいよ、なるみさん以外の人に頼むから。あなたの頼みを聞いてくれる友達がいるといいね。ふんだ。次の日、なるみさんごめん、思ったよりお金使っちゃったみたい。ここの支払い分4人分合わせて50万よろしく。あ、マッチングアプリ依存症女だ。え？あなたまさか親戚だって嘘ついてマッチングアプリで知り合った人を連れてくるなんてびっくり。え？え？なんで知ってるの？じゃなくて私が連れてきたのは親戚だから。嘘つかなくていいよ、情報通のママさんが調べてくれてもう全部わかってるから。全部わかってるって？あなたマッチングアプリを頻繁に使ってるみたいだね。旦那さんがいるのにそんなの使うってどういう神経してるんだか。けど私マッチングアプリは使ってるけど別に恋人探しには使ってない。友達とか飲み友達を見つけるためで。でも旦那さんに見つかって何度も注意されてるんだよね。お小遣い制になって自由に使えるお金もなくなった。だから今回ママ友旅行に勝手に追加してみんなで割り勘予定。違う違う、私たちはあなたのお金出すつもりはないから。もし支払いを押し付けてこのホテルを出るようであればあなたは警察に捕まる。警察？当たり前でしょ、お金を払わずに逃げるってそういうことだもん。ちょっと待ってよ、そんないきなり言われたってお金持ってないよ。マッチングアプリで知り合った人たちならお金ぐらい持ってるんじゃないの？マッチングアプリって使ったことないから知らないけど、女性にプラスに思ってもらいたいもんじゃないの？そうかもしれないけど、今回はただ食事に行くって話で、泊まるお金とかは私が出すって言ってたの。その代わり親戚のふりしてって頼んで。それになんで3人も連れてきたの？一人ずつ会ってたら旦那に怪しまれるでしょ？でも旅行に3人連れてくれば1日で済むし、そりゃスケジュールは大変だったけど、そっちの方が旦那にはバレないと思って。アホかよ。なんで？完璧な計画じゃない。旅行に行くのであれば絶対に怪しまれないし、みんなが割り勘してくれればそれもバレないし、マッチングアプリで知り合った人には適当に嘘ついてごまかしてたし。私たちがなんで旦那さんに連絡しないと思ってんの？は、あなたが他の男性とイチャイチャしてるところ旦那さんに連絡行ってる。嘘？でも旦那からは何の LINE も来てない。呆れてるか、離婚の準備でもしてるんじゃない？だってあなたアプリ使うのこれで5回目だってね。そんなに男の人にチヤホヤされたいなら離婚してからやりな。違うの本当に、別にチヤホヤされたいとかじゃなくて、ただ食事したり友達が欲しくて。世間一般的にはそれを浮気って言うんだよ。違う。そこのお金は出さないし、旦那さんには報告済み。あとマッチングアプリで知り合ったっていう男性3人にも多分バレてる。何が？あなたが今日3人と会ってること、既婚者であること。誰が話したの？なるみさんが話したの？私は話してないけど。だからみんな部屋にいないの？どこか散歩に行ってるのかと思ったけど LINE の返事もないし。じゃあここの支払いは？あなたがするしかないでしょうね、嘘つき女のリエコさんが。無理無理無理、そんなお金ないって。じゃあ私たち今から観光するから。待って、私もチェックアウトする。やば、荷物荷物、待って、私も行くから。待って、ゆりとひまわりとリエコのLINE。どこにいるの？今急いでエントランスに降りてきたんだけど、みんなは？何を言っているんですか？私たちはもう出発しましたよ。支払いも済ませてますので。私の分は？払うわけないじゃないですか。自分のお金は自分で払ってください。無理なんだって、結構飲み食いしちゃって、いい部屋取ってて、支払いできる額じゃないし、旦那にもバレてるならお金も貸してもらえないし、絶対に払えないの。お金を貸して。お断りします。無理です。黙って金払えよ。誰に物を言っているんですか？ゆりがなるみさんに迷惑をかけた人を助けることなんて絶対にありません。もちろん私もそうですし。は？私はなるみさんのことが大好きなんです。なるみさんは私のことを痴漢から助けてくれた女神様。私はなるみさんのためだったら火の中水の中どんなところだって行けます。ゆりはなるみさんのことが大好きで、なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視してるもんね。はい、なるみさんに関わった人のことで知らないことなんてありません。その噂聞いたことあるけど本当だったの？だからあなたのこと絶対に許しませんから。
大体結婚して子供もいるのにマッチングアプリを使うなんて何考えてるんですか？私は不純な動機じゃなくてちゃんとお友達探しとして。マッチングアプリとはそういうものではありません。アプリの種類によってはお友達探しもあるかもしれませんが、あなたが入れていたものは結婚相手を探すためのもの。ほんと何でも調べてるから詳しいね、ゆりは。あなたが登録しているマッチングアプリは友達を募集などと書けばすぐに登録解除されるはずです。聞く、だいたいあなたたちには関係ないでしょ。私がどこで何をしようと。ママ友旅行に参加しなければそうですけど。ママ友旅行に追加してお支払いまで押し付けようとした人が言う言葉じゃないよね。あんたたちなんで私の思い通りに動いてくれないの。私を怒らせたらどうなるか分かってるんでしょうね。私を怒らせたらどうなるかあなたは分かっていないようですね。え？ユリを怒らせたら怖いんだよ。体の一部をなくしたり、存在自体を抹消したり。ん？ん？あなたなんか海の藻くずになればいい。ぐちゃぐちゃのミンチにしてハンバーグになればいい。そうすれば不純物がこの世から減って、なるみさんが美味しい酸素を吸える。あなたは生きているだけで大気を汚している。わかっていますか？あなたにはもう生きる価値がないんです。まあまあ、そこまで同直球に言わずとも。私はみんなから愛されてるの。はい。あなたと違って旦那だけじゃなくてみんなから愛されてる選ばれし人間。妬むなら好きなだけ妬みなさい。何を勘違いしているんでしょうか、この人。私はなるみさんが大好きで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 す。ああ、なるみさんはなんて可愛くて綺麗で美しいんでしょうか。なるみさんのあの綺麗なお目目、まつげ、眉毛、お肌、綺麗な髪の毛を一日中触っていたい。そして叶うことならずっとくっついていたい。じゃあ私もくっつく。みんなで川の字で寝ちゃおうよ。私はなるみさんと二人がいいんです。邪魔しないでください。でも私だってふわふわ髪の毛だよ。すごくふわふわだよ。それにお肌だってマシュマロみたいにポニョポニョしてるよ。私はなるみさんを触るので忙しいんです。あ、じゃあ私はゆりを触ろう。有料ですから。いくらだい？おじさん払っちゃうよ。気持ち悪い。あんたたちがヤバいやつってことは十分に分かった。タッチ？タッチ？ならここの支払いはどうにかするからもう私に関わらないで。なるみさんに迷惑をかけた人を逃すわけないでしょ。え？今回はどんなお仕置きなのかな？ワクワク。面白いものを準備しました。え？私の教えを一心に受けた人です。きっとあなたのことを隅々まで愛してくれるでしょう。愛？え？マッチングアプリでいろんな人と会うほど愛に飢えているんですから、よかったですね。さあ来てください。俺は君のことを愛しているよ。旦那がいるとか関係ない。ん？誰？ひどいな。俺のことを愛してると言ってくれたじゃないか。俺も君のことを愛しているからずっと一緒にいるよ。でも既婚者だって教えてくれないのは正直傷ついたよ。だからお仕置きが必要だね。僕だけのものになってくれないと。気持ち悪い。何なのこいつ。あなたがマッチングアプリで知り合った男性の一人です。ユリの教えってもしかして。大丈夫、そこの支払いは俺がするから。だからこれからはずっと一緒にいようね。だけど僕を裏切ったんだからちょっとだけ反省してもらわないと。暗い部屋に72時間閉じ込めてその後たくさん愛してあげる。飴とムチが大事だって聞いたんだ、ユリさんに。なんか聞いたことある。72時間くらい部屋に閉じ込めると人間おかしくなるみたいなやつ。その後大切に大切にめでて、悪さをしたら罰を与える。そして人間は洗脳、愛されていくんです。今絶対洗脳って言いかけたよ。さあ行こう、俺たちだけ、二人の愛の末。へへへ。いってらっしゃいませ。いやー、そんなに愛されたいなら隅々まで愛されてきてください。愛の力は偉大なり。その後、リエコさんは次マッチングアプリを使ったら離婚と旦那さんと約束してたみたいで、以前に書いてた離婚届は旦那さんが提出、旦那さんは引っ越していった。その間彼女が帰ってくることはなかった。まあ帰ってこれるはずはないんだけど、彼女は今もどこかで愛されているに違いない。あれを愛と呼ぶかは難しいところだけど、まあ愛の形っていろいろあるからね。私は絶対にごめんだけど。
ユリはあの男の人に何を教えたのか、知りたいような知りたくないような。ユリが準備してるってことは、リエコさんは絶対に逃げることもできないだろうし、まあ五体満足で命が奪われないだけマシなのかな。でも命があっても自分の自由がなく心が死んでいくのと、潔くこの世を後にするのってどっちの方が幸せなんだろうね。自分の意思とは関係なく他人の言いなりの人生なんて私は絶対に嫌だな。みんなも気をつけてね。世の中って本当に変な人がたくさんいるからさ。まあ一番ヘンテコな二人が私の近くにいるから説得力皆無かもしれないけどね。ごめんなさい、もう裏切りません。本当にちゃんと分かってくれたの？はい、助けて。あなた、なんでそこで旦那が出てくるんだ？ちが、ごめんなさい。まだ反省してないようだからまたお仕置きだね。ま、嫌です、嫌です、ごめんなさい。なるみさんに迷惑をかけたんですから当然の結果ですよね。いい、君。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。